足が近づいておる。しかも二つ。鬼が大きゅうなる。早く手を打たねば。
山を追われた身でありながら応答を鬼切り丸までも盗み出すとは、恥さらしや。誰が盗んだ、借りたまでを。用が済んだら返してやる。殺すか。今すぐ立ち収めなさい。お前たち、この場を何と心得る。やはりお前。アジョリ、予感がしていたぞ。久しぶりだな。思い出す、アジャリに救われた日を。いや、今は刑人商人と呼ぶべきか。末法の世を救う生き仏と国中の評判だからな。お前の好きに呼ぶがいい。わしは草木を愛するただの坊主だ。本か。7年か。早いな。荒くれが少しは行者らしようになった。だがわしを懐かしんで戻ってきたわけではあるまい。今日にはお前に恨みを抱く者が大勢おる。それを承知で戻った上にそのたちだ。よほどの理由があると見えるな。アジャリ、筑紫の国彦さんの霊場でのこと、夢枕に不動明王が立った。明王はこう告げた。偽りの姿を持つ鬼を退治して光明を得よと。何のことかわからなかったが、その後京で千人斬りする五条の鬼の噂を聞いて徳臣が言った。これこそ明王のお告げになった鬼に相違ないと。ならん。弁慶、摂政で功名を得ると申すか。明王のお告げ、幻というのか。その朝浮き出たこのあざが何よりの証し。これは明王のおぼし召しだ。アジャリ、喜んでもらえると思って報告に来た。俺はもう昔の悪党ではない。この7年命を懸けた仏に身を捧げてきた。これは仏の答えだ。俺は五条の鬼を成仏させてお告げ通りに功名を得る。吉報を待っていてくれ。
ここは地獄橋じゃ。誰も渡れん。俺だよ。バチ当たりだ。長かないぞ。鬼の野郎まともってきやがった。なんだ坊主か。何をしてる。見ての通りだよ。まるでガキだな。てめえこそ何しに来た。まともな奴が来るとこじゃねえぞ。鬼退治で平家に取り入ろうって魂胆か。ったく興味の坊主と来たら。やめときな。鬼を見ると目がつぶれる。鬼は向こう側からやってくるのか。行ったって来やしねえよ。鬼が来るのは夜だけだ。おお。では夜を待つとしよう。当たり様のありがたいお歌を。あれは弁慶じゃねえか。弁慶。鉄吉の後ろに。ああ弁慶だ。本当にかよ。どこだ。本当だ弁慶だ。おいこっちへ来るよ。中入れるな。おい、あれが弁慶か。間違いないよ。弁慶が戻った。へい。あやつ生きておったか。まだ縄張りの近くにいるはずで。
よし、積年の願い、今こそ。用意じゃ。恩切り切りばすら運がった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 。ただのり殿、やはり今宵では、あの鬼の命運、まさしく今宵こそ変わりまする。大将清盛殿の見つめ、ようようなし仰せる時が来た。平家の安泰はお前たち先鋒隊にかかっておる。心をしてかかれ。ここは地獄橋じゃ。誰も渡れぬ。見つけたぞ、弁慶。短海か。なんじゃその格好は。乞食にでもなったか、バカめ。変わっとらんの。貴様との因縁も忘れてはおらんぞ。勝負じゃ。今さらお前と争うつもりはない。そうはいかん。が連れて棟梁の座は力ずくで得るべきもの。貴様を倒さずにおめおめと座っておれるか。棟梁の座など知ったことか。俺は仏に命を預けた身だ。笑わせるな。その王たちは何じゃ。仏が聞いて呆れるわ。わからぬやつめ。今はお前の相手をしている場合ではない。足を抜け弁慶。
叫べ。
首もらっと。くどくまるまでもがあの鬼の手にかかるとは、朱雀、鬼の命運変わるのではなかったか。鬼の命運確かに変わりましてございます。もはや我らの手に負えぬほど鬼が大きくなったということか。いえ、五条橋に現れたという大入道そのものが鬼を京に留め置いております。まだ我らに勝機があるのか。大入道の行方が分かれば、あるいは
シャナ王道、命を懸けた剣の修行、見事極められたかと存じまする。もはや我らが今日でやり残したことはありますまい。奥州へ身を隠し、来るべき挙兵へ向けて策を講ずる時期が参りました。つきましてはシャナ王殿の元服の儀、早々に執り行うてはいかがかと。そのお名前では清和源氏の血を引く御曹司としての証がございません。ふつつかながらこの小心坊、シャナ王殿の元服命思案いたしましてございます。源の九郎義経、御大将の響きあるなと存じまする。小心坊、奥州への出立しばらく待てぬか。しかしこれ以上今日にとどまること。行きたくば消し丸を連れて先に行け。そのための影武者であろう。何を仰せられる。源氏の再興は我らが悲願。何故そのような。あの王入道、その名を武蔵坊弁慶という破壊僧にございます。熊野に生まれし時すでに歯も髪も生え揃い、鬼の子として親にも恐れられたとか。鬼の子か。して平家との関わりは。縁もゆかりもなきもの。そのような者が何故我を斬りに来た。わかりませぬ。いずれにしましてもあやつは武の達人ではありませぬ。シャナ王殿のお相手にはあまりにも戯れすぎたるものかと。ご人。あ、そなたあやつの気を感じ取りなんだか。しまる、そなたはどうじゃ。源氏の再興は我が必ず成し遂げる。武蔵坊弁慶、その鬼の子の力、今一度確かめたい。
てめえ後つけやがったな。手つきしてやろう。お前刀鍛冶だったそうだな。どこで手に入れたんだ。確かにこれなら鬼でも切れそうだ。俺研ぎ台は高いぜ。鬼の居場所はどこだ。知るかよそんなこと。そうかな。お前五条の鬼が人だと知っておったろ。ああ切り口見りゃ分かる。相当の使い手だ。しかも俺と同じで刀集めてやる。なぜわかる。見たやつがいるんだ。千本もの刀が突っ立ってんの。では場所も聞いたな。聞いてたらとっくに刀いただいちまってるよ。そうか。では自分で探す。鬼を切ってその千の刀俺がもらう。鬼を切ってその千の刀俺がもらおう。おい待て研ぎ台は。その千の刀だ。この場所はこの辺り。川を渡るとここらが砦の。その先が大曲森だ。奥には隠し鉱山の跡がたくさんある。都の奴らも知らねえから。鬼が潜むとしたらこの辺りだ。ところがここは魔の森だ。下手に入ると悪霊に取り憑かれて気狂いになるって話だ。千の刀を見たって奴もその後この森に入ったっきり戻ってこねえ。どこ行くんだ。大曲森だ。おい夜中だぞ。俺には見える。ちょっと待て。約束違うじゃねえかよ。約束などしておらん。本気で切りばすら運がった。シャク運が僕アビロシャーナーマカボダラーマリハンドラシンバラハラバリタヤ運
옹어부캬비로사나마가보다라마니 한도라 짐바라 하라바리타야 난다 유아가세 하? 유아가세 어이 마다가 어이케이 어이케이다 어이케이 助けたって無駄だ。どうせまた悪霊に疲れて死んじまう。気をしっかりと持て。ボロンボロン。いいか。悪霊の声に応えるな。悪霊の声を聞いたら、こうして信号を唱えろ。南無不動様、南無不動様、南無不動様。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 そうだ。鉄吉、お前、三文の薙刀を作っていたんだろう。なぜやめてこんなことをしている。坊主の刀なんかバカらしくて作ってられるか。てめえも一緒だ。坊主が殺生なんかしていいのか。俺が斬るのは鬼だ、人ではない。坊主の理屈はわからねえ。お前、7年前はひでえ悪党だったらしいな。女や子供まで殺したって本当か。本当だ。最低だな。そうだ。てめえは鬼を切る。俺は刀をいただく。忘れんなよ。まずは鳥辺の死人の世だ。やはりガキだな。こっから先が大曲がりだ。
どうした？悪霊どもが渦巻いておる。それを体にすり込め。何者かが海内に近づいております。動いてはならぬ。この波動には覚えがある。強い。アビロシャーナーマカボダラーマニハンドラジンバラハラバリタヤウン。行くぞ。おい、おい、ポーズ助けろ。何すんだこの野郎。ダルに血をくれてやれ。ダル、森のもののけだ。
であるか。どうした、弁慶とやら。魔の森に己の迷いが渦巻いたか。となりまする。いけませぬ、シャナ王殿。気を合わせてはなりませぬ。いけませぬ、シャナ王殿。やはり切らねばならぬかな。源氏の血は絶たねばなりません。何とぞこの子らだけを。切らねば鬼となりまする。平家に歯向かう鬼となります。お嬢がソーランの角で滅所に参った。かかれ。何やってたんだ。いけ。武蔵坊弁慶、噂には聞いておったが、こうもやすやすと捕らえられるとはの。お主、シャナ王のことどれほど知っておる。我が平家に滅ぼされし、源氏の棟梁義朝の子、幼子ゆえに情けをかけられ、打ち首を逃れた死に損ない、それが五条の鬼の正体よ。シャナ王などと大行な名を名乗っておるが、たかが元服前の小アッパ。
千人もの平家の武者を斬り殺す修羅の鬼わらしじゃ。その小わっぱに平家が驚いておるわけか。お主の申す通りじゃ。これが世に知れ渡れば平家の面目は地に落ちる。そうなれば東国へ散らばった源氏の残党が兵を挙げんとも限らん。清盛殿としては全てを闇へ葬り去るしかないのじゃ。俺にどうしろというのだ。お主の野生の法力が欲しいのじゃ。この世の安泰のため清盛殿のご加護を受け、共に社名を打とうではないか。断る。俺の命は仏に預けた。仏の道を歩むならなおのこと。あのような鬼神放ってはおけんぞ。お主の力を鬼神退治に使うのじゃ。俺は誰の手先にもならん。ごまかすな弁慶。お主の持つ鬼切り丸、鬼の他に何を切る。わしには見えておるぞ。お主の体に流れる鬼の血の宿命が。俺は鬼ではない、人だ。仏の道を選んだお主に人の世の業が見えぬのか。やめ。よかろう。鬼を呼ぶというお主の力、どれほどのものか見せてもらおう。대식이지그래누구야누구야하나씩끝났어요여기는오돌아시아간보다나뭐신린자네누가무슨나お主の体に流れる鬼の血の宿命が。俺は鬼ではない、人だ。仏の道を選んだお主に人の世の業が見えぬのか。やめ。よかろう。鬼を呼ぶというお主の力、どれほどのものか見せてもらおう。대식이지그래누구야오나하나씩끝났어요여기는오돌아시아간보다나뭐신린자네누가화가무슨나ビビるれ名前訳し生きてるけおい知ってるけ弁慶の野郎、警備士に引っ張られた。大丈夫だ。とっくに聞いてるよ。極悪坊主もとうとう打ち首か。
俺が打ち首じゃねえんだな。やけに嬉しそうじゃねえか。弁慶や大間が守るの入り口で張り付けになる。本当か。そりゃ打ち首より怖えよ。おお怖え。俺たち白川つぶてがその役目を仰せつかったのよ。平の忠則さんはじきじきお達しだ。守備よく務めるや白川も清盛様の息がかかるってわけさ。もうこのくせえねぐらとのそさらばだ。ジュジュ生きてっか。ありがとよ。リハルシュ。じゃあ行ってくるよ。お、お天道さんも気まぐれだね。おい、え、短海が黙って貼り付けにすると思うか。やるな。あの二人は決闘だな。お、やった。ごめん。ああ、何すんだよ。どっちにかける。いや、短海だろう。じゃあ俺は弁慶だ。弁慶だ。短海だ。短海だ。短海。短海。短海だ。せこい賭けだろ。おお、俺は弁慶だ。この目で確かめてきてやる。おい、おい、どうした。おい、ダメだよ。誰に頼まれた。誰にも頼まれぬ。なんだと。なぜ俺を襲う。母上の仇。馬の詣の道中、月桜王子でお前に襲われ、手ごめにされた女がお前の子を産んだのじゃ。お前に地獄を見せるために産んだのじゃ。するとお前は。
前は死んだ。悪い夢でも見たか。もうよかろう。わしらの役目は終わりよ。弁慶を大曲守で貼り付けにせよ。それが忠則殿のご命令だ。あとはわしの好きにさせてもらう。気に入ったものを取れ。俺は誰とも戦わん。まだ言うかこの腰抜けめ。段階気づかぬか。俺たちはおとりで全部取り囲まれておる。その上に恐ろしい闇が来る。今すぐこいつらを連れて逃げろ。寝ぼけたたわごとを抜かしおってこのクソバズメが。その手に乗るか。
肩を入れよ。バカ野郎、五条の鬼だ。お前には倒せん。五条の鬼、吐くな。
何故千の殺生を重ねる。来い。Huh?